お店を見ておられて、消費者マインドというのが物価高騰の中でいろいろ変化しているのではないかなと想像しますが、ここ最近ではやっぱ生鮮の方にも値段が上がってきているというのが実態でございます。我々小売の方でもお客様をこう観察する指標の一つで買い上げ点数っていうのがございますけども、まあ、買い上げ点数っていうのは通常まあうちのお店でいうと10点前後なんですけども、それが1人当たり10点のところが 9.5 とか 9.7 とか、やはりお野菜が高いなと感じていて、今まで彩りのために使ってきたブロッコリーやミニトマトもすごく高いので、それが食卓に出さなくなりました。従業員目線から見るとお客様の買い物の仕方に変化があるなというのを感じていて、少しでも割引の効く日にお客様がご来店してくださってまとめ買いをしている印象です。物価対策に何を期待されるか、これから先に期待することは物価高に賃金が追いつくような施策を打っていただきたいと心から思っています。子どもたちが元気で育つためにも大切な給食、これをやはりしっかりと安心な形で維持持続させる、政府として考えてもらいたいと思っておられるようなこと、私どもの給食業界の契約年数がだいたい3年から5年のプロポーザルあるいは入札でございます。でこの3年から5年の間に、ここ数年のような著しい物価の上昇、こういったことが起こってしまった場合に、現在の給食業界の入札方式は、建設業でよくありますようにスライド条項といった著しく期中に価格が変動したときに、見直しの交渉のテーブルに乗っていただけるという状況がないので、ぜひそれを、入れていただくようなことをお願いできればというふうに思っています。ぜひ今日お伺いしたさまざまな事柄を今月中にまとめるこの経済対策の中で、一つでも二つでも具体的にこの皆さんの思いを反映できるような対策盛り込むよう努力をしたいと思っています。今日は貴重な時間ありがとうございました。